シベニクがクロアチア人である。シベニクの聖ヤコブ大聖堂がユネスコの世界遺産に登録されている。シベニクが初めて今の名前で登場するのは1066年のクロアチア王ペトロウラジミール4世の時代においてである。他のダルマチアの町と違い、シベニクのイリリア人、ギリシャ人と古代ローマ人が建設した。アドリア海東岸のクロアチアの都市では、 最古の町である。1298年シベニクは町の地位と独自の市教区を与えられた。それ以来、クロアチア人が実際に定住する前の長い間、セイアンナの城のホラーナは居住に利用されてきたと証明されている。他のダルマチアの都市のように、シベニクは1412年までベネツィア共和国に抵抗した。15世紀の終わりには、 オスマン帝国がシベニクを脅かしたが征服するには至らなかった。16世紀には聖ニコラスの要塞が建築され、17世紀までには聖ヨハネとスビチェビッチの要塞によってシベニクの要塞化が再び促進された。1797年のベネツィア共和国の滅亡によってシベニクはハプスブルク帝国の支配下に置かれた。 第一次世界大戦後ユーゴスラビア王国の一部となり第二次世界大戦の間イタリアファシスト政権とナチスに占領された戦後は1990年のクロアチア共和国の独立までユーゴスラビア社会主義連邦共和国の一部であったシベニックは芸術文化生活の発信基地で毎年行われているシベニック国際児童フェスティバルはその例の一つに 数えられる。シベニクの聖ヤコブ大聖堂シベニクの中央協会、シベニクの聖ヤコブ大聖堂は、ユネスコの世界遺産に登録されている。15世紀から16世紀にかけて、幾人かの成功した建築家たちは、この大聖堂を完全に石で建築し、ゴシック様式とルネサンス様式の両方を兼ね備えた作りになっている。大聖堂の屋根の組み合わされた石の平板は、 セルビア軍の爆撃により1991年に損傷を受けた。それ以来損傷は修復が続けられている。作曲家のヤコブ・ゴトバズは1922年シベニク市のフィルハーモニー協会を設立した。ありがとうございます。